りですよ。ゲームに熱中しすぎた結果こんな格好になって、頭の中も垂れ流しにしていたと。そのようね。恥ずかしい。また谷風くんがとか不安にさせておいて、自分のせい。しかもゲーム。学院でやらかした時と違うベクトルで恥ずかしい。死にたい。私的には結構重大です。今気づいた。これからも集中しすぎたらこの格好になっちゃうってこと？ありえるわね。映画館とかで集中しすぎて上映終わって明るくなったら角生えた女の子がいましたみたいな事件が起こるってこと？そうなればまた記憶の操作をしなければなりませんね。もう私一人で出かけらんないじゃん。でも大丈夫じゃないですかね。先輩のそれセーフですよ、ギリギリ。え？どこが？私なんて完全に知女ですよ。私より全然大丈夫ですよ。確かにアマネちゃんと比べると防御力は高めですけれども。うっさいバカ兄貴。